台北中央坂経済文化弁事所福岡文。ところは、中華民国が日本の福岡県福岡市に設置している領事環境の外交代表機構である。一つの中国政策による制約のため、1972年9月の日課、断交後は、両国間に正式な外交関係はないが、民間機関という名目で実質的な外交代表機構が置かれている。 日華両国に正式な国庫が持たれていた1970年7月、在長崎中華民国領時間が福岡へ移転して、総領事館に昇格した。1972年12月、日華断交に伴い閉鎖された在福岡中華民国総領事館に代わって、後尾関係協会大阪弁事所福岡分ところが設置される。1992年5月15日、 後党関係協会の解明について、日課両国で合意され、同月20日、台北中央坂経済文化弁事所福岡文、ところに解消された。ありがとうございます。